ダルトンエマにまかまうタンゲランギは、ニューエの政治家で、2020年6月より首相を務めている。姓は、タゲラギとも表記される。タンゲランギは、1976年から1993年まで、ニューエ立法議会議長を務めた、サムパタエマにタンゲランギの息子である。グラスゴーで開催された2014年、コモンウェルスゲームズでは、ニューエ代表として、 ローンボールズに出場し、ゴールドコーストで開催された2018年、コモンウェルスゲームズでも再び出場した。2012年8月、他の国会議員とともに、ニュージーランド議会を訪問した時のタンゲランにタンゲラン議は2008年のニューエ総選挙で、ニューエ議員に初当選。続く2014年のニューエ総選挙では、インフラ大臣に任命された。 2017年のニューエ総選挙で彼は再選を果たし、当選後、環境天然資源農林水産大臣として奉職。彼は2020年のニューエ総選挙でも再選され、2020年6月11日、ニューエ立法議会でオラブやコブセンを13秒対7票で破り、首相に選出された。彼は太平洋経済緊密化拡大協定の交渉に当たった。 貿易大臣であり、首相在任中に、政府は、ペーサー、プラス地域貿易協定を批准した。ありがとうございます。